どうもベダです。パーサカやっていきたいと思います。本日はセンターフォワードを作っていきたいと思います。敵の方なんですけども、ゆるちゃん、みせくん、くぼくん、メッシくん、アレンくん、アリシアちゃんでいきたいと思います。そして今回まあドリブラー的なセンターフォワードを作っていきたいですね。でまあドリブラーといえばまあドリブルキングと伝説の突破男で、ドリブル重視で、まあ達人キープかなと思いましたので、自分はこの3体でセンターフォワードということで、まあ必殺シュート、野生の嗅覚と、かかなるシュートトライと、まあパワーシューター取っていきたいと思います。はい、ではやっていきたいと思います。でアイテムの方なんですけども、お守りと招き猫をやっていきたいです。まあこのデッキ作ったのはまあ単純に自分のセンターフォワードが弱くて、ちょっと点を取れるセンターフォワード、それプラス、まあ、YouTube の、コメント欄にて性格キャラがいないセンターフォワード作ってほしいということだったので、今回これ選ばせていただきました。やっていきましょうか。てかコーチも何もいねえし、コーチ来まーす。とりあえずやっぱり彼女の評価上げたいですね。で、まあ、アリシアちゃんいな、ちょっと行きたくないな。まあ、両方とも50なので、別にいいとは思うのですが、自分的にはやっぱユールちゃんを七夕と夏祭りに呼び込みたいですね。アリシアちゃんはちょっと筋力に特化しちゃうし、ちょっと使いにくいんですよね。これはコーチ行ってきます。アリシアの、自己紹介来てから、アリシアを踏んでいきたいと思います。ゆるちゃんはこれでもう告白は来るので、まあ、1回目来る前にもう1回ぐらい踏んでおきたいかなとは思っているのですが、はい。これはここですね。これは評価上がってから来てほしかったな。あ、もう、アリシアちゃん上がっちゃいましたね。いいでしょう。あとはゆりちゃんをしっかりと1回踏んでやるって感じかな。コーチ3回遊ばない。技術、筋力、技術、まあこれぐらいかな。はい、行きましょう。で、ゆりちゃん行っとこうかな。あと1回、うん、あと1回行っときたい。でもコーチが、まあいいか、ゆりちゃん行っときまーす。いいね、うん、問題ない。で、まあ今回のも、持ち込み言ってなかった、言ってたか。守りと招き猫ですね。まあ。ちょっと招き早く、来すぎるとちょっと困るのですが、うん、いいかなと思っております。メッシ君。ひよりちゃん来ちゃった。ナイス。いいね。OK する。カンダルシュートトライ。で、あとはコーチかな。コーチ類。コーチ類。うん、メッシ君いっときましょう。おー、ダッシュか。ダッシュはいらないな。うん、これは、人気投票でいきますね。評価を上げたいので、人気投票いきます。負けるけど。久保君、久保君に任せる。いい感じに進んでるかな。ここ行きたい。怪我するなよ。コーチプラスメッシ君行きたいから、ここ行きたいんだけど、怪我されたら困る。行け。ナイス。マリーシアか。マリーシアか。やっぱ潰しとくべきかな、マリーシア。ちょっと取っときますね。次来たら困るから。やっぱマリーシア来ちゃったか。一回回復します。一回回復します。いいんだよな。はい、行きまーす。で、コーチを踏んでいきたい。これはコーチでいいな。あとはメッシ君、じゃあメッシ君じゃない。ミセ君のコツが来てくれたら格別に踏んでいきたいですね。評価上げれないんで、やっぱりミセ君は。みんなを説得する。そろそろオフェンスも上げていかないといけないかな。
これは休んでおきます。アレン君買っていかないとまずい。勝てよ。ナイス。でコーチかな。ミセ君はちょっといいか。コーチ行きましょう。とりあえずコーチ。ナイス。早いね。いやこれ勝てるかな。どうしよう。とりあえずキックだな。ナイス。いいね。なかなかいい感じに進んでるかな。イベントもねやっぱりいいか、彼女は来てほしいのですが、まあさっき起こっていいイベントばっか起こってるのでありがたいのかな。ミセ君と久保君はちょっと遅れてほしい。あ、オフェンスよかった。オフェンスはさっき上げたい。オフェンスは30上げちゃおう。頑張って30上げていかないと。ちょっとね、ディフェンス1回かな。デートはしない。じゃあデートしないよ。これでいこうか。うん、これでいきます。オフェンス30いけるよな。いけよ。無理でもいけよ。オフェンス上げとけば久保くんとミセくんの成功率がかなり上がるはずなのでいいんですよね。でメッシとアレンはまあほぼほぼ確定なんで、メッシは確定かな。メッシはいかない。これはコーチですかね。ミセ君もいるしディフェンスだし。はい。で休んでいこうかな。ゆるちゃん、ゆるちゃんそろそろ来てほしいな。ゆるちゃん、ゆるちゃん、ゆるちゃん、アリシアちゃん来てくれないとちょっと勝負ならないよ。お願いしまーす。メッシ君、神の子が降りる場所、これが点を取る。で、コーチ。コーチいねえのか。ここはちょっとテクニックいこうかな。テクニックいっとこうか。評価上げたいしね。ミセ君の評価上げときたい。告白そろそろ来てくれ。告白。やべえ。ちょっと告白がやばくなってきたかな。これは一回ちょっとメンタル踏ん、どうすか、ね、ちょっとメンタル踏んできますね。次のことから考えて。告白は来ねえ。これは全体を観察します。招き猫持ち込んでるので。告白が来ないのは痛いな。これはフィジカルかな。フィジカルですね。でそろそろ上げれるかな。これでいきましょう。テクニックも1上げてスピード2。はい、フィジカル。おっと来ない。告白が来ない。やばいぞ。告白ぼっちはやだな。あ、これはコーチいきます。来い来いよ。ナイス。マーク外し。メッシ君、これな、体力回復したいな。告白が来てくれない。やばいぞ。コーチ今どんな感じだ。評価的にマーク外し。決定力いっとこうかな。筋力もちょっと足んねえしな。ちょっとやばいかな。アリシアちゃん、アリシアちゃん、アリシア、お前じゃねえ。望むところだ。でかけっこ、次は勝つんで。紅白戦は、お、来た。よかったー。ありがてー。ありがたい、ありがたい。次はね、紅白戦はオフェンス上げてるので、さすがに勝てるでしょう。と、勝手に思ってます。これはテクニックでいいかな。ちょっと筋力稼いでおきたいな。筋力稼げるかな。フリーキー。筋力ちょっと稼げたね、これ。で、あといくら稼がないといけない。52。
ちょっと頭入れときたいですね。ちょっと筋力も稼ぐということで、まあテクニックは行かずに、久保くんかメッシくん、メッシくん行きたいな。ダッシュ来たら困るな、これ。ダッシュ来たら困る。でも今は取るもんじゃないからな、ダッシュなんて。フリーキックは取るか。で、これはメッシュ君行きましょう。あ、でも久保君でもいいな。点突。点突が欲しいんだよ、点突は。突破力のコツ。久保君行きます。ワンタッチか。まあ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 、いいでしょう。で、あとは本当に筋力ですね。筋力をどう取るか。これは、ゆるちゃんで、あ、デートしないんだ。危ない危ない。休んで、ゆるちゃんじゃないけど、ちょっと筋力確保に行こうか。イベント。おー、いいね、筋力。あざっす。いいね、いいね。ナイスタイミングだった、今の。おー、どうする？どうすっかな。迷うね、これ。コーチ行ってもいいかな。コーチ行こうかな。コーチでいいかな。でも、オフェンスもちょっと踏みたい感もあるな。まあいいや、コーチ行きまーす。はい、コーチ。決定力。いいね、ダンス。成功。あとは、金徳が成功してくれたらいいな。ちょっと経験点低いのは否めないのですが、招き持ち込んでる割にはちょっと低いですね。あとはうまいことコーチを行きたいなんですが、オフェンスこれはいけないな。ワンタッチは取ろうか。で、ツータック2回休まない。コーチ3回。いけるか？ツータック2回。ミセ君評価上がりきってたっけ？まあでも、これはちょっとかけたいですね。これぐらいは行きたい。で、経験点的に1200。筋力が、どれぐらいいけるかな。微妙なんだよな。どれぐらい行かないといけない？ 150 は行かないといけない。250ぐらい行きたいけど、225だな。そんな稼げないとして。フィジカル練習1回行きましょう。で、コーチ3回、フィジカル1回、タッグ2回。で、それ以外をデートしていくって感じかな。デート5回は進むから、まあ、これでいいか。行きますか。行こう。ちょっときついかもしんないけど。これでいきたいと思います。はい、強星以外でお願いします。強星だけやめてくれ。ナイス流星群で、コーチを踏んでいきたい。ちゃんと来てくれよ。来ないとちょっとやばいからね。あ、店組み評価上がりきってるな。え、で、決定力が今ゆるちゃんの次1来て、あと1やればもうマックスですね。決定力もらいましょう。ナイス。お、全力で並走を近くで見る。進むね。いいね、いいね。これはデート行っておきましょうか。いや、デート？コーチだな。コーチ行きましょう、コーチ。ワンタッチちょっと忘れそうなんで取っておきます。コーチ行きます。次回復あるのでコーチ行きます。で、ヘディング。来た、ドリブル。いいね。ドリブルキング。いい感じに夏祭りを迎え入れたかな。回復量結構あるので。ね、そろそろダブルタックが欲しい。ダブルタックが欲しい。来ないか。コーチ行こうかな、コーチ。そうだな。コーチ行っておきましょう。コ
こっち。で、アリシアちゃんの告白もそろそろ来ないとまずいですね。コーチ。ナイス。これでコーチは終わり。ヘディング。マーク外しかな。終わっちゃったよ。ちょっと厳しいな。来ないぞ。アリシアちゃんが最後の最後か。ああ、失敗した。マジか。オフェンス、あれ？あれ？オフェンス70だぞ。失敗されちゃったよ。ゆるちゃん、まあ達人キープは最悪。いいや。精神もらいます。で、もう一回デートかな。もう一回デート行きましょう。で、ダブルタックがちょっと、今回一回も来てないので、ダブルタック来てほしいのですが、お、いいですね。ここが来ました。で、さっきゆるちゃんも評価上がりきらなかったから、じゃあもう上がりきっちゃってるから、どうすかな。成功しろよ。ナイス。で、ダブルタック。ナイス、トリプルタック。いいね。さすがこのデッキは、うん、来るね。で、なんか取っときたいと思っているのですが、フリーキック決定力はもう終わってる。マリーシア終わってる。ワンタッチ終わってる。お願いだから、突破力。おー、ナイス！いいね、いいの入った。ありがてえ。で、シングルタックだから、これは、回復しませんが、アリシアちゃん行きたいと思います。アリシアの評価を上げたい。うん。これは精神もらいに行きましょう。で、今現状、何が足らない？敏捷は足りてる。ちょっと精神が足らないかな。まあ、精神ちょっと上げに行くか。はい、デート。アリシアちゃん。ダブルタックもう一回来てほしいな。もう一回もう一回、お願いします。トリプルでもいいよ。朝活。ナイス、成功。うん、いいね。いいタイムで来てくれてる。おお、ダブル。これでダブルでもう、終わりっすね。あとはもうアリシアちゃん踏んでいこう。ゆるちゃん上がりきっちゃったかな。上がりきっちゃったっぽいね。あとフィジカルを一回踏まないといけないから。あ、コーチいるからもうこれはフィジカルいっときましょう。もうすでに。いっとこう。何に行こうかな。ヘディング。で、あとはアリシアですね。アリシア。これ、文化祭アリシア呼び込みたかったけど、ちょっともう無理か。まあいいや。アリシア。まあ、これ野球より君が綺麗だ。評価上がんねえけど、いいや。ネーム、いや、まあいいか。腹減ったはないか。まあマリーシアはもうもらえないからな。結局マリーシアもう取っちゃってるから。これはダブルいっときますね、もう。うん、アリシアちゃん来て来ないので。ダブルいっときましょう。で、何かあげとくものある？いいよな、もう。さすがにいいよな。ドリブルシュートあげとこう。で、ドライブシュート。ドリブルシュートってなんだ？じゃあ、これでもう完了ってことでいいよね。はい、いきまーす。ゆるちゃん。で、ゆるちゃんあと3回、アリシアちゃんあと2回かな？確かデート。そうだよね。うん。あと5回。まあ、経験点もね、もうちょっと出たい。イベント終わってる割にはちょっと出てないかな？ 3 タック踏んだんだけどな。おかしいな。で、オフェンス、スピード、スタミナ。オフェンスはもう上げれないです。スピードは30いきたいかな。上がるか、スピード。
スタミナが30。コーチ一回休まない。技術経験点。はい、お待たせしました。スピード20、スタミナ30、経験値1400、技術300。で、休まない、コーチでいきたいと思います。まあ、これでいいよね。はい、行きましょう。ちょっと経験点稼ぎすぎかな。はい、これでいきまーす。技術ここまで稼げるかな。ちょっと怖いけど。コーチがいない。どうする？とりあえずデート行くか。とりあえずデート行きまーす。アリシアの方行こうか。ちょっと待って、アリシアの方って筋力と技術どっち稼ぐ？まあ筋力だよね、普通に考えて。普通に考えて筋力だな。まあ、技術はちょっとちゃんと取れてる感があるから。おー、精神ちょっと足んねえか。じゃあアリシアちゃん。技術じゃなくて筋力いきます。でタックは、あ、シングルか。シングルなら行く気はないな。でコーチ1回踏んどかないといけないので、これは練習しておきましょう。でヘディングが今4かな。4、マーカー寿司が2。どうする？どっち行く？まあ、ヘディング潰しておきますか。もう誰もヘディング持ってないはずだけど。いや、ヘディング無視した。あー、やばい、マジか。あー、マジか。まあいい、これアリシアちゃん行っちゃよう。もう行っちゃおう。アリシア、成功してください。噛むなよ。うん、噛んじゃった。残念。で、体力回復か。ここでダブルタック、トリプルタック来てほしいな。シングルか。微妙だな。てか、アリシアちゃんの評価が上がりきってない。まあ、とりあえず、ユールちゃん行こうかな。とりあえず、ゆるちゃん。で、これは明日行きます。精神欲しいので。いやー、シングルか。シングルは興味ねえんだな。でも、そろそろ経験点が低すぎるな。いや、間違った。経験点こんなにいかねえや。なんで俺こんなに経験点やってんだろう。ばっかじゃーん。なんか来ねえかな、経験点。来ねえなー、これは。これはちょっと、アリシア行っとこうか。アリシア行ってきます。もう経験点は諦めました。うん、無理だな。無理だねー。はい、デート行きまーす。ゆるちゃん。なんで俺こんなに1200もやった？バカじゃん。どうしよう。ペンギンの方にしようかな。精神高ないし。で、技術もらいに行きます。おーっと、ここでトリプルタック。でも足らない。足らない？ワンチャン足りね？次600、700、700、392。ワンチャン足りませんね。1200なら足りた。あー、ミスったなー、これ。なんで俺こんなことしたんだ。ちょっと損した。残念。バカみたいにやりすぎたなー。コミット失敗ですね。まあいいでしょう。もともと精密機械は取る気はなかったので。はい。まあ取れたら取るけど、取らないですね、これは。しっかり後半、前半後半。
で、スタミナ30。もう、はい、うん、テクニックはいいや。キックも上げときまーす。ちょっと筋力不足か。筋力不足ですね。まあいい。はい、いきたいと思います。はい、終わりましたね。あれ、176？ あ、そうか、試合経験点4人か。あ、俺バカだ、3人と思った。これ超えたんじゃない？ギリ。超えたか？あー、よかったー、よかった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 ー。あー、よかったー。経験点ギリギリ超えてくれましたね。ありがたい。最後3択来たのもありがたかったし。うん。これはもう、デート行っとくか。な。うん。で、筋力もらおう。ちょっとでもキック上げておきたいからね。いや、筋力くれねえじゃん。ゆるちゃん、筋力くれないよ。確かくれなかったはず。25くれたっけ。手をつないでみる。もらえない、残念。あれ、メッシ君ドリブル重視くれないのか。まあいいか。いやいや、くれると思ってた。よし、これでいきたいと思います。まあやっぱテクニック100っすね。テクニックは100かな。やっぱドリブル選手といえば、まあ、テクニックがすごいってことなんで、テクニックは100にしたいね。で、今彼女も全て完走しましたので、とりあえずアレン君でいいかな。アレン君何がくれる？爆発力欲しいね。最悪 PK。 まあ大一番でもいいよ。キープか、キープか。少しなんだよな、しかも。いや、来るとは思ったけど、まあいいでしょう。ここであげようと思ったんで、キープは。うん、余るんちゃう、これ。余りそうな感じがする。で、余りそう。余らせれないかな、さすがに。余らせたい、余らせたい。で、金徳ビハインドの方ちょっと削ろうかね。ちょっとでもね、巨神像精神欲しいので、これでいこう。ポイントを削っていけば精神少し余るはず。はい、これでいきます。これも特訓を行う。はい、で、テクニックに行くのか。これはオフェンスですね。オフェンス行きましょう。で、コーチこれくれるかもしんないんだけど、何がいる？マーク外しくらいしかもうないか。はい、行きまーす。くれた。マーク外し。いいね。あとは、タックを踏んでいくだけなのですが、これどうすっかな。一回メンタルいくか。シングルタックはしょぼいからメンタルいきましょう。で、次のターンからタックでいこう。いいね、タック。メッシ君か。迷うなこれは。いや、テクニックいきます。で、まあ、まあまあまあ。筋力がちょっと足んねえか、やっぱり。まあいいでしょう。まあいい、まあいい。筋力必要な、うん、そんなにないからね。パワーシューターぐらいだからね。1、2、3、4、5、6、7。はい、行きたいと思います。今ここでホイッスル。
はい、終わりました。あと1試合ですね。はい。で、お、テクニー来てます。で、メッシ君、何くれっかな。フィジカル。いや、トラッパーはちょっと惜しくないな。フィジカル。くれるとしたらフィジカル、クロス、アシスト、大一番。伝説のトップ男。まあ、トラップ以外でお願いします。いいよね。まあ、コーチ評価、スカウト評価はちょっと低いですね。アリシアちゃんも上がってるし、いいでしょう。で、これは筋力は、キック上げておきます。で、ドリブルキングと、精密機械。で、野生の嗅覚。あとは強心臓を取っておきましょう。いいね。あとは本当に伝説のトップ男のみとなっております。まあいつもちょっと自分3股してるので次の経験点が期待はできませんが、はい、いきたいと思います。トラップ以外トラップは来るな。うーん、来ちゃった。まあいいか。しっかり後半前半いきましょう。はい、いきます。はい、終わりました。あとはバルセロナですね。これはちょっとピンチャンでいきましょう。勝てばいいのでピンチャンでいきます。はい、終了ですね。まあ、ここでポイントもらいのって感じですね。10ポイントもらいました。どうだったかな今回のサクセスは。やっぱり最後ちょっと経験点もらえないから経験点がちょっと厳しいかなと思います。いつももらってる経験点あと400ぐらい高いからね。最後カードで、まあ、試合経験点増えてるからその分経験点は増えてるのですが、8000は行きたかったかなって感じですね。で、あとは伝説のトップ男とパワーシューター、そして空中戦キープ、トラップ1、ダッシュ。どうすっかな。シュートレンジ振りたいんだけどな。振っちゃおうか。で、ファーストゴールで振りたい。大一番。フェアプレイ。カウンターはいらないかな。まあでもカウンター。ドリブルからのカウンターもかっこいいしからね。闘争心か。闘争心振りたいな。闘争心行こうか。印象が回るね。闘争心。カバーリング。ボールダッシュ。バックスピン。印象が回ります。さあどうしよう。まあ適当に振ろうか。ちょっと自分ムードキャラいないし、ムードを振っとこう。まあこれでいいかな。フィジカルが振りたかったな、ちょっと。まあいいか。ハードワークがない。でも筋力余ってねえんだよな。まあこれでいきましょう。はい、いきまーす。これで SS 星3つかな。さすがに。さすがに乗らないっしょ。あ、乗った。マジか。俺先発更新だ。いいね。まあなかなかドリブル重視ちょっとつけたかったですね。まあ聖火の福指でドリブル重視ついたので、それちょっと狙っていきたかったけど来なかったかって感じですね。まあ達人キープが来てたら SSS 星1。わあ、ちょっと狙えなかったかな。まあでももうちょっと達人キープが成功していい感じに回ってれば、敏捷を少なく取って回ってれば SSS 星1も見えてくるのかなと思いました。まあテクニック100でドリブルキング、伝説のトップ男、いい点取れるフォワードが作れたんじゃないですかね。今のフォワードがね、ちょっと自分弱かったんですよね。
強心臓、達人キープ、精密機械、マエストロ、パワーシューター、ドリブルシュート、ドライブシュート、野生の嗅覚、ジェントルマン。完璧にもうこれは、査定のフォワードだったんで、まあ、更新できてよかったかなと思います。うん、更新だね。はい。まあ、フォワードをもう一回、まあ、作り直そうかな。いつかのタイミングで。ではご視聴ありがとうございました。また、いろんな動画上げていきたいと思っております。ご期待ください。ベタでしたー。